そのものをですねお客さんに販売するっていう時にやっぱりどうしてもブロックをね、感じてしまう、いや売っていいのかなとかっていうね風に思われる方っていると思うんですけども、営業する時のですねこのどういう風なスキルセットマインドセットで、商品を提案するかによってやっぱりね売れるかどうかって全然やっぱ変わってくるわけですよね。やっぱりどうせだったら、まあ、もちろん自分の商品に自信を持ってお客さんやっぱ提案してほしいという風に思うんですけど、その上で絶対ね知っておいてほしい考え方っていうのがあります。まあ、それが何かというと売らないのは罪であるという考え方があるんですね。売らないのは罪であると。まあ、これどういう考え方かっていうと、例えばですけども、皆さんがですよ、例えばお医者さんをしてたとしますね。自分で開業して、開業医として自分でもクリニック持ってます。で、自分で経営している病院にですね、例えばね、ある日、もうすごい、具合悪そうにして、もうすごいお腹が痛い。まあ、盲腸ですごい、もう今にもね、ちょっと死にそうだと、すごい苦しいという患者さんが来た時にですね、そのお客さんに、が来ましたってなった時にね、どうですかと皆さん。そのお客さんに対して、まあ、商品売る。まあ、お医者さんの場合とかだったらね、まあ、診察をしてあげるっていうことなんですけど、もちろんお金発生するわけですよね。ってなった時に、まあ、普通に、あ、じゃあうちおいでよ、みたいなね。うち今ちゃんとうちのクリニック空いてるから、うちで診察しますよって多分お客さん受け入れてあげると思うんですよね。よほど切羽詰まってなければ。だけどもですよ、商品を売らないっていうのは、今の話で言ったら、もう盲腸で今すぐでも死にそうなぐらい、お腹がめちゃめちゃ痛くて苦しんで、もうもが苦しんでいる患者さんを見捨てて、いや、うちの院では見ませんよってやってるのと一緒なんですよ。これがいわゆるその商品を提案しないっていうのは罪だったんですよ。どういうことかっていうと、まあお客さんの価値をですね、悩み、これを解決してあげられるのが、いわゆるセールスなわけですよね。お客さんの悩みを解決してあげられるのがセールスであると。で、お客さんがその自分の商品を購入していただくことによって、幸せになれるのであれば、例えばダイエットだったら5キロ痩せることができた、ね、売り上げを上げることができただったりとか、自己肯定感が上がったとかですね、人間関係の悩みが解消されたとか、そういうふうな悩みを解決してあげられるスキルを持ってるんであれば、絶対的に提案した方がいいよねっていう、まあ、当たり前の話ではあるんですよ。だけど、なぜかやっぱり営業とかセールスっていうと多分言葉がね、僕あんまり良くないと思うんですけど、セールスとか営業っていうのはなんかイメージとしてあれですよね。なんか、お客さんが欲しくもないのに無理やり売るみたいな、ちょっとそういうニュアンスがちょっと一人歩きしちゃってるっていうところがあったりはするんですけど、そういう場合は別にセールスじゃなくていいですよね。お客さんの悩み解決の提案をしているんだと。いうことになるわけですよ。だから皆さんの場合とかだったらこの商品を売らないっていうのはそれだけでそのお客さんを見捨ててしまっているということにもなるし、これは例えばコーチコンサルタントビジネスの場合とかであれば一回商品売りましたで終わりじゃダメなんですよ。皆さんにとっての理想のお客さん、はい、皆さんにとっての理想のお客さんはどういうお客さんでしょうかということ、それはもう結論から言うとですね、お金いっぱい使ってくれるお客さんなわけですよ。例えばね、普通に考えていただいて、皆さん美容室やってますってなったら、一回しか来ないで他の美容室に行っちゃう人よりは、毎月髪切りに来てくれるお客さんの方が、それやっぱ理想のお客さんなわけじゃないですか。だって毎回ね、来ていただいて髪をうちのところに切ってお金落としてくれるわけだからね。っていうことです。で、コーチコンサルタントと一緒ですと、まあ、いうことなんですね。で、お客さんってのは、まあ、成長していっているわけなんですよ。例えば、あれですよ、ライザップさんとかそうですね。まず最初は痩せたいからライザップに行ってお金払って習いました。で、すごい体がシュッとして痩せることができたよ。でも今度は、ちょっとね、英会話習いたいなというニーズが出てきたりするわけですよね。そしたら、今度は、じゃあ、ライザップでも英会話とかやってるね。じゃあ、そっちに行ってみたりとかっていうね。まあ、例えば、あれですよ。例えば、じゃあ、企業とかだったら、まず商品設計のやり方をマスターしました。今度は、じゃあ次、集客の壁っていうのがあるわけですね。で、その後に、セールスの壁というのがあったりします。まあ、うちの場合はね、これ全部フルトータルでね、一つの講座でやってますけども、それにお客さんの段階別に応じた商品の提案っていうのを、最終的にやっぱしていった方がいいわけですよね。いいわけです。僕もね、浪人というか現金の時かな、東進衛生予備校という予備校通ってたんですけど、世界史だけでもね、東進って3つぐらい講座あるんですよ。で、1個が大体7万から10万ぐらいするんですよね。で、まあ、結構東進って値段はちょっと高めではあるんですけど、僕それでめっちゃ成績上がったんですよ。で、最初はね、世界史を全く知らない子が、わかりやすく面白おかしく全体像をまず、理解するための講座。で、次が、まあ、ちょっとね、上級レベルの、なんか、次第向けの対策のね、講座とかっていう風に、段階別でやっていった方が、お客様もパンクせずに、例えばカリキュラムを遂行できて、結果出しやすくなるということがあるので、もし自分のね、まあ、これ業種にもよりますけども、一回商品は売るだけではなくて、他にお客さんの悩みね、さらにこういう悩みができた時には、じゃあこういう商品提案しようかっていう風に、いわゆる商品の玉数は
多ければ多い方がゆくゆくはいいということになりますので、もうお客さんの成長のフェーズに合わせた商品をその都度提案できるようになる。これが教育ビジネスですよ。これがコーチコンサルタントのあるべき姿と僕は思うわけですよね。教育事業者として。だから、まあ、ぜひね、その商品をいわゆる売るとかセールスって、ね、僕もあんま言葉好きじゃないんですけど、まあ、提案ですよね。提案するで、あ、欲しいですって言ったら絶対的にそれを提案してよかったし、でさらに言うと別に皆さんが売らなくても、皆さんの同業者の人はバンバン売ってきますよ。よくあるんですよ。うちで商品買いませんでした。でも翌週は、いや、ちょっとお金なくてって言って買い場なかったお客さんが、翌週は別のところで超高額講座買ってるみたいな。まあ、これ全然ありますからね。別にあなたが売らなくても、お客さんは他のところでバンバン買ってますと。それだったら、うちで買ってもらった方がいいじゃんということになるわけですね。でも美容室理論と一緒ですよ。どうせ髪切るんだよね。じゃあうちの美容室で髪切ってもらった方がいいじゃんという話になりますので、まあ、ぜひね、それぐらいの、そういう感覚でね、ぜひそのお客さんの悩みを解決してあげられるサービスを持ってるんであればね、ちゃんと自信を持って提案できるサービスがあるのであれば、それ絶対的に提案した方がいいじゃんという考え方をね、持っていただきたいと思います。で、最後にですね、まあ、売れる4ステップストーリーということで、まあ、今日詳しくその営業のテンプレートの2回に分けた話もね、させていただくんですけども、基本的にですね、商品が売れる流れってのはもうこの 4つのストーリーなんですよ。基本的にね。まず、ステップ1ね。お客さんが、A っていう夢を叶えたいんですよ。A っていう夢を叶えたいよね。で、その A を叶えるための、ウルトラ C。これがいわゆる解決策だよね。こうウルトラ C っていう解決策をお客さんは知りたいわけですよ。で、例えば、お客さんが A、例えばダイエットを叶えたい。じゃ、ダイエットを叶えるための、特別な痩せ方、いわゆるウルトラ C を知りたいと。で、そのウルトラ C を、私、まあ皆さんだよね。皆さん自身が私持ってるよっていうことをアピールしていかないといけないね。で、さらに商品を売るためには、しかもそのウルトラ C ってやつはね、僕にしかできないんだと。なぜなら、うち、僕には、よそにはない、こんな強みっていうのがうちだけにはあるからと。だから、ウルトラ C、うちのウルトラ C を使うことによって、A が一番叶いやすいよ。あ、じゃあ、商品買うんだったらあなたのとこしかないよねっていう風な持っていかとしていかなきゃいけないわけですよ。基本的に商品を売る場合にはね。なので、まあ、ぜひね、もうお客さんが A を叶えたい。A を叶えるためのウルトラ C を知りたいんですよ、お客さんは。で、そのウルトラ C、あ、僕持ってるよ、と。だけど、ちなみにね、僕持ってるこのウルトラ C ってやつは、僕にしか持ってないんですと。うちにしかできないやり方なんですと。なぜならこうだからみたいな。まあ、こういうふうな説明ができたら極論どんな商品でもバンバン売れると、まあ、いうことになります。で、この4ステップを具体的に皆さん業種に落とし込んだ時にどういうふうなテンプレで話していけばいいのかとかね、1回の電話は何を喋って2回の電話では何を喋ればいいのかっていうのも全部ね、テンプレがありますので、それはね、またこの後ご説明をね、堀端の方からさせていただければと思います。